実況顔合わせ今日この料亭のお座敷でお兄ちゃんの結婚相手であるリカさんご家族と私たち一家の顔合わせが行われるリカさんのご家族を待ちながらお兄ちゃんの顔を見ると緊張しているのが誰の目にも明らかなほど硬い表情でそこに座っていたお兄ちゃん ほら、リラックス。お、お,おう。私の声なんて点で聞こえていない様子でお兄ちゃんが答える。お父さんやお母さんもお兄ちゃんほどではないにしろ緊張しているようだ。今日の会場がここでよかったな、と改めて思う。今私たちがいるこの料亭は、ある変わったサービスを提供している。 その変わったサービスとは実況である今回のようなちょっと場が緊張してしまうような時に愛の手として実況を入れてくれるのだここの会場を選んだのはお兄ちゃんで聞いた時は大丈夫なのと心配になったけれどそれくらい砕けていた方が場も盛り上がるかもしれないしお兄ちゃんにとっては ここが会場の方がいいのかもな、と思った。そんなことを考えているうちに、リカさんご家族が到着されたようで、早速実況が開始された。さあ、ついに宮野さんご一家の登場です。最初に姿を現したのは、やはり宮野信夫さんだ。信夫さんは銀行にお勤めで、支店長をされています。 そしてその後ろから久子さんもご登場です。久子さんはご近所でも有名なイけバ教室の先生をされており、そんな調子で実況が早速場を盛り上げる。妹の美香さんは最近自作のプリン作りにハマっているそうです。あ、そうなんだ。私もお菓子好きだから話が合いそう。 そう思った私は妹のミカさんにお菓子作りのことを聞いてみることにした。顔合わせの食事会は和やかな雰囲気で進み、私はリカさんの妹のミカさんとお菓子作りなどの共通の話題で盛り上がった。両親同士も最初の実況による紹介が良かったのか、すっかり打ち解けている。 お父さんがあんなに楽しそうに笑っているのを久々に見たような気がする。リカさんもずっと笑っていて、私は今日の日がいい日になってよかったな、と思った。私はリカさんの笑顔を見ながら、お兄ちゃん、いい人と結婚することになったね、と心の中でお兄ちゃんを祝福したのだった。 料亭の前でリカさんご家族を見送った。なごやかな雰囲気の回だったけれど、やっぱり緊張もしていた私たちは、楽しかったねと言い合いながら肩の力を抜いた。私は横でぐったりしているお兄ちゃんに、お疲れ様と声をかけた。するとお兄ちゃんは自分の職場を振り返りながら、 <laughs> 実況しすぎて声がガラガラだよ。とかすれた声で笑った。ドーナツ海溝の謎。突如、日本海海域に ドーナツ海溝と呼ばれる海溝が出現したドーナツ海溝は丸い海溝でありその真ん中が穴を開けたように暗く一体どれほどまでに深いのかわからないそんな不思議な形状をしていたドーナツ海溝の謎を探るためにその暗闇に入っていった探査艇は一瞬でレーダーから消え二度とその行方は分からなかったという。 命知らずのダイバーたちがドーナツ海溝に挑んだがやはり誰一人として戻らなかったかの有名なバミューダ・トライアングルよりも悪しき海域ということで人々から恐れられることとなった僕は今そんなドーナツ海溝に向かっていたもう終わりでいいやそんなふうに考えている時に ドーナツ海溝が現れたのは運命だったと考えている。ただ自分で自分を殺すよりもドーナツ海溝がどうなっているのかそれを知る方が面白いと思ったのだ。ドーナツ海溝は危険な海域ではあるが陸地ではないので見張りなどはいなかった。僕の乗った小型船はドーナツの縁を乗り越えドーナツ海溝を その深淵の暗闇に侵入した。ふと気がつくと、僕は見慣れない場所にいた。いや、例えるならば、ここは昔の地球だった。辺り一面、緑に覆われている。外国なのか。いや、ようこそ。突然そんな声をかけられて、 僕は驚いた振り向くと僕と同い年くらいの男の子がそこに立っていたここはドーナツ星人の星だよドーナツ星人そうさ君ドーナツ開口に入ったんだろうあ,ああああのドーナツ開口はこのドーナツ船につながっているのさ人だけじゃないよ 熱や空気なんかも地球のものが転送されてきている。僕は辺りを見渡した。ここがどこか別の惑星で、ここにあるものは地球から来たものなのか。ここってどこなんだ本当に地球じゃないのか。違うよ。ここは僕たちが 土星と呼んでいた星だ。土星そんなバカな。土星の気温がこんなに適温なわけがない。じゃあ聞くけれど、君は土星に来たことがあるのかいはいや、ないけど。じゃあなぜ土星の気温について知っているそれは習ったから。 そう。人に教えられたんだろう。だったらそれが正しいという根拠は何もないわけだ。土星の中身がどうなってい,いようと、誰かに嘘をつかれたらそれを信じてしまう。君が信じている土星についての知識はカモフラージュだ。そんなことが受け入れるも受け入れないも、君の自由だ。 ここでは何をしようが自由だからね。君の前にやってきたダイバーの人なんかは好奇心旺盛だから、今頃どこかを探検して勝手に楽しんでいるよ。もう地球には帰れないのか。帰れない。でも、ここもいい星だ。時期に気に入る。好きなことをして過ごせばいい。 君はなぜここにいるんだ僕は地球からドーナツへに来た人を案内したいと思ったからここにいる。深い意味はないよ。あとはまあ英語を喋れるんで僕がいたらいいかなって思ったからかな。彼はそう言うとニコリと笑った。彼と別れた僕は 一人で考えた。未開拓な地球にそっくりなこの星。この星で僕は何をしよう。そこで僕は初めて地球で僕は死ぬつもりだったことを思い出した。しかしこのドーナツ星に来てからそんなことはすっかり忘れている自分に気がつく。 何をしよう、何でもできる。僕は、この空洞からできた空白の世界を、一人歩き始めた。 無重力二段ベッド。我が家に待望の二段ベッドがやってきた。それまで布団で寝ていた僕たち兄弟にとって、ベッドは憧れの存在だった。俺、上な。兄ちゃんが僕に断りもなく上を取ってしまう。僕は仕方なく下の段で眠ることでした。 二段ベッドで寝るようになってから一週間くらい経った頃、僕は夜中にトイレに行きたくなって目を覚ました。しかし、なんだかおかしい。体がふわふわしている。おかしいな、と思った僕は、目を開けてみて驚いた。僕の体が浮いている。ベッドから離れて空中にふわふわ浮かんでいるのだ。うわー 僕は思わず悲鳴を上げた。に、兄ちゃん兄ちゃん僕は上の段の兄ちゃんを呼んだが、兄ちゃんから返事はなかった。兄ちゃんは一度寝たら起きないたちなのだ。僕はふわふわ浮いたままベッドの柱を掴み、ふわりとベッドの外に出た。上を見ると、兄ちゃんもふわふわと浮いている。 兄ちゃん声をかけても兄ちゃんは起きなかった。のんきに気持ちよさそうに寝ている。僕はまたベッドを掴んでから力を込めて兄ちゃんの方に向かって飛んだ。兄ちゃん兄ちゃん起きてよ兄ちゃんの顔をバシバシ叩く。すると兄ちゃんが、んだよーと言いながら、 やっと目を覚ました。と、その瞬間、無重力状態が溶けて、僕と兄ちゃんは二段ベッドの上に落ちた。あ、なんだよお前。上は折れんだぞ。そうじゃないんだよ。さっき寝てたら、ふわふわ浮いたんだ。は何言ってるんだお前。本当だって。 僕が何度説明しても、結局兄ちゃんは信じてくれなかった。翌朝、お母さんたちにも話してみたけれど、お母さんもお父さんも、寝ぼけたんだろう、と笑って信じてくれなかった。その後、僕は何回も二段ベッドで無重力を体験した。でも誰も信じてくれない。そこで僕は、 お母さんかお父さんのスマホを借りて夜中の映像を撮ってみようと思ったのだが二人ともスマホを貸してくれなかったもうここまで来ると僕もふってくされてしまってある夜なんかは黄色いパジャマを着てふわふわ浮いている兄ちゃんを見ながらお菓子を食べて月見の真似事をしたその頃には僕は無重力に驚かなくなっていたし 兄ちゃんは兄ちゃんで、寝ているにもかかわらず、ふわふわ浮きながら姿勢よく寝ていたのだった。そんな兄が、僕の言うことを信じてくれたのは、ずっとずっと後のことだった。アメリカから久しぶりに日本に帰ってきた兄が、こんなことを言ったのである。無重力訓練でさ、一度もやったことないのに、 俺だだけ抜群にうまいんだよお前の言っていたこと本当だったんだな「テルテルホース」明日は広い地域で雨となるでしょう。 そんな天気予報を聞いた私は彼にメッセージを送った。明日は彼とキャンプに行く約束をしているのだ。明日天気心配だね。そうだね、てるてるホースを吊るしておくよ。今時てるてる坊主なんて可愛いなと思い私は笑った。翌朝起きるとやはり雨が降っていた。 それもかなり強い雨で、向かう先のキャンプ場もどうやら雨が降っているようだ。私はスマホを手に取り、彼に連絡した。ちょっと今日は厳しいかもね。てるてるホースを吊るしたから大丈夫だよ。行こう。私は彼からのメッセージに戸惑いつつ、とりあえず出かけることにした。キャンプ場に着くと、 やはり雨が降っていた。あちゃちゃ、やっぱりダメそうだね。私は彼にそう言ったが、彼は何やら黙々と作業をしている。キャンプ場の柱にホースのようなものを巻きつけているようだ。よし、これでいいかな。見てて。彼がそう言ってホースをひねると、その先から日光のような光が溢れた。 ホースの日光が当たっている場所は雨が弾かれていく。こうするともっといいかな。彼はそう言ってホースの先をクリップのようなもので挟んだ。するとホースの先から出ている日光が薄く広がった。その様子はまるで私たちのいる場所だけが日光の幕に覆われたようだった。す、すごいね。なんなのこれ。 これはテルテルホースといって、この網の目模様の部分がソーラーパネルになっていて、日光を吸収するんだ。彼が指差した先を見ると、確かにホースには網の目模様があって、そこが虹色に光っている。そして溜めた日光をこうして放出できるんだよ。昨日のうちにたっぷり日光を吸収させておいたから、今日一日持つよ。 すごい、便利だね、これ。後で売っているところを教えてあげるよ。さあ、準備しよう。彼とのキャンプから帰ってきた私は、早速彼に教えてもらったてるてるホースを自分でも買ってみた。これさえあれば、彼との共通の趣味であるアウトドアを天気を気にせず楽しめる。私は出かける前の日は必ずてるてるホースをベランダに吊るし、日光を蓄えた。 そして今日、私は彼と釣りに来ていた。釣り場は雨が降っていたのだけれど、私はそんな日に限っててるてるホースを家に忘れてきてしまった。家を出るとき、近所が晴れていたのですっかり油断してしまったのだ。僕が持ってきてるから安心して。彼がそう言っててるてるホースから日光を差してくれた。彼と一緒に釣りを楽しんでいると、 弟から何やら動画が送られてきた。何だろうと思いながら開いてみると、動画には母が映っていた。ちょっと、どうなってるのこれそう叫びながらお母さんがホースを振り回している。撮影者の弟はその様子を撮りながら爆笑していた。私も思わず笑いながら彼に動画を見せた。 彼が釣竿を握りながらお腹を抱える。お母さんはどうやらそれを普通のホースだと勘違いしたらしい。ホースの先から水と一緒に日光が放出され、四方八方に綺麗な虹ができていた。 玄関のろうそく帰り道で彼女と別れてから僕は一人で電車に乗り実家への道を歩いていたデートを終えたばかりなのにすでに彼女が恋しくなっている自分に苦笑する。と道中のある家の玄関の前にろうそくが置かれているのを見つけたろうそくは頼りない風貌で ゆらゆらとかぼそい火を揺らしている。僕はなんとなくその火を眺めながら通り過ぎた。それからまた次の日もその家の前を通り過ぎたのだが、ろうそくは依然としてそこにあった。来る日も来る日も、ろうそくは玄関の前でかぼそく火を燃やし続け、そしてある日、本当にあっけなくふっ と消えてしまった僕が驚いたのはその玄関のろうそくの火が消えた次の日にその家で葬儀が営まれたことであるろうそくの火が消えたその日に誰かが死んだそういえば前に命のろうそくの話を聞いたことがあった世界のどこかに たくさんのろうそくに火がともっている部屋があってそこには自分のろうそくもあるそしてその人のろうそくの火が消えた時に人は命を落とすのだというまさかあの玄関前のろうそくは命のろうそくだったのだろうか死神が次に連れて行くのはこの家の人間だななんて 目印にあのろうそくを置いていたとでも言うのか。僕は身震いしてその家の前を通り過ぎた。僕は彼女とのデートの間中、あのろうそくのことを思い出してぼんやりとしていた。するとすかさず彼女にそれを見透かされ、何かあったと聞かれる。僕はあのろうそくの話をした。 すると彼女は、やめてよ、そういう話苦手なんだから、と本気で怖がっていた。結局その日のデートは早めに取りやめになって、僕は彼女を家まで送っていくことにした。彼女は一人暮らしをしているが、まだその家に上がり込んだことはない。いつも送っていくだけだ。 彼女の住んでいるマンションの前までやってきた僕は、まさか、と目を疑った。彼女の部屋の前に、ろうそくが置いてある。こ、これ。僕は、驚きのあまり彼女にそう言ったが、彼女は、何と不思議があるだけで、ろうそくが見えていないようだった。 なんだこれ、どうしたらいいんだ。僕は結局彼女に何も言うことができず、足早に彼女の部屋から離れた。あのろうそこの火が消えたら、彼女は死んでしまうのだろうか。いや、そもそもあの家の住人だって、たまたまろうそこの火が消えたタイミングで死んでしまったのかもしれない。 僕はそう考えて気を落ち着かせようとしたが、彼女があのろうそくに全く気づいていないことが気がかりだった。それから僕は市販のろうそくを買って、彼女には内緒で彼女の部屋まで行って、ろうそくを継ぎ足そうとしてみたが無駄だった。火、うん、が映らないのだ。ねえ、なんか体調とか悪くない 僕は彼女に言った。すると彼女は長いため息の後を言った。だから大丈夫だってば。でも病院とか行ってみた方が。ねえ、この前から何な,なの怖いよなんか。いや、でも、今日は帰るね。 そう言って彼女は本当に帰って行ってしまった。そんなことをきっかけに僕と彼女の距離が少しずつ離れ始め、僕たちは結局別れることになってしまった。しかし、別れてからも彼女のことが心配だった僕は、彼女には内緒で彼女の部屋の前までやってきた。ここに来るまでに、これじゃあストーカーじゃないか。 と事情気味に浮かべた笑みは彼女の部屋の前までやってきた瞬間吹き飛んだろうそくの火が消えている僕はたまらず呼び鈴を押しそれからドアを乱暴に叩いた <laughs> まさかでも一体どうしてとその瞬間扉が開いたどうしたの そんな風に顔を出した彼女を見て、僕はあっけに取られた。だ、大丈夫なのええまったくもう、近所迷惑になるから入って。僕は彼女に招き入れられ、彼女の部屋に入った。まったく、突然来るからびっくりするじゃん。彼女は、 心なしか楽しげにそう言いながら、僕にコーヒーを入れてくれた。ね、なんともないの。だから大丈夫だってば、まだそんなこと言ってるのあ、いや僕が気まずさに頭をかくと、そのくせ、なんか隠してるのバレるからやめなって言ったじゃん。と彼女は笑った。 彼女の部屋を出て自分の家に戻った僕は、やっぱりろうそくなんて思い過ごしだったんだと思った。それに僕は、別れたのにまた彼女といい雰囲気で再会できたことが嬉しくて、少し舞い上がっていた。しかし、そんな浮かれた気分はすぐに打ち砕かれた。あれから彼女と連絡がつかなくなったのだ。 やっぱり何かあったのか。僕は居ても立ってもいられなくなり、彼女の様子を確かめるために家を出た。駅への道を歩き始めた時、後ろから誰かに肩を叩かれた。振り向くと、二人の男が立っている。失礼ですが、吉田翔太さんですね。え、はあ。 警察の者ですが、二人の男は胸ポケットから取り出した手帳を僕に見せた。ちょっとだけお時間よろしいですかな、なんでしょう、急いでいるんですが。すると男は、仕方ないと言った様子で、一枚の写真を僕に見せた。この女性に見覚えは それは、紛れもなく彼女の写真だった。あ、はい、あの、僕の恋人です。そう言ってしまってからすぐに訂正する。あ、いや、恋人だった人です。ほう、それはいつ頃まで数週間前までですが。うん、なるほど。 彼女の今の居場所をご存知ですか自宅だと思いますが、それ以外に立ち寄りそうな場所に心当たりは、実家ぐらいでしょうか。ただ、かなり遠いので違うと思いますけど、そうですか、ありがとうございました。男はそう言って軽く一礼してから、もう一人の男と一緒に行ってしまおうとする。 あの、僕は慌てて読み止めた。彼女に何かあったんですかい,いえ、大したことではありませんので。嘘だ。直感が告げている。お願いします。教えてください。僕も彼女の様子が気になっていたんです。僕が必死にそう訴えかけると、男はもう一人の男と顔を見合わせてから、 小さくため息をつき言った。あなたは彼女と付き合っていたとおっしゃいましたが、彼女には家族がいたのをご存知ですかは、家族うち家族の両親のことですかい,いえ、彼女は既婚者です。その夫が彼女のマンションで殺害され、遺体で見つかりました。 言葉が頭に入ってこなかった。何を言ってるんだ。彼女に家族が、その夫が遺体で発見だって、そんな僕に男は言った。彼女は現在逃亡中です。彼女から連絡があったら私までご一報を。 《事件性タオル》うわぁ部活から帰ってきた私がシャワーを浴びようとお風呂場のドアを開けると浴槽に血だらけのタオルが落ちていた。お母さんお母さん大声でお母さんを呼ぶと「何よ」と間延びした声で返事をしながらお母さんがやってきた。 何なのあのタオル、怪我したのああ、それ、違うわよ。お母さんが、ことも投げに行ってタオルを持ち上げる。と、先ほどまで真っ赤な血に染まっていたタオルが、スーッと白くなっていく。これね、事件性をアピールするタオルなのよ。何それ私もね、 その機能がいらないと思ったんだけど、でも吸水性がすんごくいいのよ。そう言ってお母さんがシャワーから水を出してタオルに向けた。するとタオルはすごい勢いで水を吸収し始めた。シャワーから水が出続けているのに、タオルから水が漏れることはなかった。ほらね、すごいでしょ。いや、すごいけど、 だったらなんで事件性をアピールするなんて余計な機能をつけたんだと思う。すごく吸水性がいいし、それにね、干すとすぐ乾くのよ。いやもう分かったから。私はそう言ってお母さんを押しのけてシャワーに入った。まったくお母さんたらまた変なものを買って、どうせ吉田さんか誰かにお勧めされたんだろう。 それから私は、そのわけのわからないタオルにたびたび脅かされた。ある時は風もないのに一旦木綿のように揺れていたり、またある時はタオルのあるところだけ南極にでもなったようにカピカピに凍っていたりした。しかしそれらは人が持ったり水を一滴垂らしたりすると元通りになるのだった。 母さん。何あのタオル、人前では使わないでよ。はいはい。お母さんは私の苛立ちを面白がるように笑った。そんなおかしなタオルがやってきてから数週間の時が過ぎた。その日は朝からソフトボール部の練習があり、私は炎天下の中、必死でボールを追いかけていた。 休憩時間になり、私がチームメイトのリナと一緒にグラウンドを歩いていると、さっきーと、お母さんの大きな声が聞こえてきた。試合の日でもないのに、たまにお母さんは練習を見に来るのだ。またさっきのお母さん来てるね。そう言って微笑んだリナに、私は、うんと生返事を返した。 と、その瞬間、隣を歩いていたリナが突然、バタリと倒れた。え、どうしたの熱中症にでもなったのかと思い、私がリナを抱き上げると、心配したらしいお母さんがこちらに駆け寄ってきた。ちょっと、その子大丈夫どうした、さっき。お母さん以外の声に私が顔を上げると、 さっきは気づかなかったけれど、お父さんも来ていたらしい。心配そうにこちらを見ているお父さんを見て、私はギョッとした。お父さんの首が宙に浮いているように見えたからだ。まるで生首である。お父さんは不思議そうな顔で、これ使うかと言いながら、首に巻いたタオルを私に差し出した。 謝罪の教授俺はある競技で日本代表を目指していたある競技とはちょんまげ卓球である普通の卓球はラケットで球を打つがちょんまげ卓球はちょんまげで球を打つ競技である頭を振り球にちょんまげを当てることで点数を奪い合う過酷な競技である まず、ちょんまげの上に球を乗せ、とのと発声し、サーブを上げる。さらに、スマッシュを打つときは、申し訳ございませんと叫びながら、頭を高速で下げて球を打つのだ。必然、ちょんまげ卓球は首に負荷がかかる。そのため、首を鍛える鍛錬が必要だ。俺は、 高校の部活でちょんまげ卓球に出会い、代表の座を目指し続けてきた。そして俺は今、ライバルである三崎との試合に挑んでいた。三崎とは高校の国体決勝で出会って以来、お互いをライバルと認め合っている中である。この試合に勝った方が日本代表の座を一番に得る大事な試合だった。負けられない。 申し訳ございませんミサキの鋭いスマッシュが飛んでくる。俺は全神経を集中し、そのスマッシュを返した。と、その時だった。ぐっ俺は思わずうめき声を上げて倒れた。お、おいミサキが駆け寄ってくる。俺はそのまま医務室に運ばれた。 精密検査の結果医者から通達されたのは引退の2文字だったこれ以上ちょんまげ卓球を続ければ俺の首及び神経は日常生活も困難なほどに損傷するという病室に見舞いにやってきた美咲に俺はもうお前に謝らなくて済むからせいせいするぜ と痩せ我慢を置いてちょんまげ屋を落としたちょんまげ卓球から引退した俺は転職活動を行いある家電メーカーに就職した何でもやる気だった俺が配置された部署はコールセンターだった俺の仕事は四六時中かかってくるクレームの電話の対応である今日も 買ったばかりなのに電源が入らない、とのお客様からのクレームを受けた。お客様へのご案内を終えた俺が受話器を置くと、中央のデスクに座る課長に声をかけられた。おい、新入り。課長がこちらに手招きをする。俺は席を立って課長のデスクに向かった。課長、読みましたかああ。 お前、いい謝りっぷりだな。なんかやってたろ。あ、はい、少しちょんまげ卓球を。ほう、俺もだ。課長はにやりと笑ってから言った。いいか、俺たちの仕事は謝ることだ。しかしそれは卑屈な仕事じゃない。謝ることで会社の人間を守れるんだ。 それができるのは俺たちだけ。俺はこの仕事に誇りを持っている。願わくば、お前もそうだといいが。課長はそう言うと、言っていいぞ、と俺を促した。俺は軽く一礼し、自席に向かった。三崎、俺はまだまだ輝けそうだ。心の中でそう語りかけ、 俺はまた鳴り出した電話を取ったゴリラゲーある日突然世界中で恐ろしい現象が確認されたそれはゴリラゲー と呼ばれる現象である。気象現象としての雨は伴わないのだが、似た単語としてゲリラ豪雨があることからそう呼ばれている。局地的に発生するゴリラゲー雨に巻き込まれると、本人にその気がなくても、強制的にゴリラの真似をしてしまう。あ、ゴリラゲー雨だと思った時にはすでに遅く、 一心不乱にゴリラの真似をしてしまう。局地的にそこにいる人々がみんな、うほ、おほほほほ、カポ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 、なんて言いながら、白身のゴリラ芸に走るのだ。バリバリ仕事のできそうなビジネスマンも、綺麗なお姉さんも、杖をついたおじいさん、おばあさんも、 子供たちもみんなゴリラの真似を始める。恐ろしい現象である。ゲリラ豪雨と違って雨ではないので建物の中にいてもゴリラゲイウは避けられない。世界中の学者がゴリラゲイウの原因と対処法について検証したが有効な結果は得られなかった。仕方なく人々は対症療法的に カバンやバッグの中に黄色い筒を持ち歩くようになった。それは折りたたみ傘ではないバナナケースである。ゴリラゲーウによってゴリラの真似が始まってしまってもバナナを食べていさえすればある程度はおとなしいのである。 割引ピー P ちゃん僕にはコンプレックスがあるそれは人にはっきり物事を言うことができないことである例えば値切りがある店員さんに面と向かって値切りをするなんて絶対僕にはできないあとは勧誘などを断るのも苦手だ こうした性質は会社員としての仕事にも支障が出るので困りものである。日頃からそんなコンプレックスを意識していた僕は遊びに行った友達の家にいた旧館長が流暢に日本語を話すのを見てあることを思いついた。そうだ、旧館長を買おう。そしてはっきり物事を言うことができない僕の代わりをしてもらおう。 そんな後ろ向きな思いつきである。僕は早速休館長を求めペットショップに向かった。我が家に休館長がやってきた。僕は休館長にピーちゃんという名前をつけ、早速ピーちゃんに色々な言葉を覚えてもらうことにした。まずはネギりである。僕が あのー、これって、というのをサインに、P ちゃんに握ってもらうことにしたのだ。繰り返し言葉を言って聞かせることで、P ちゃんはきちんと言葉を覚えてくれた。僕が、あのー、これって、と言うと、P ちゃんが、もっと安くなりませんか。他の店だともっと安くしてくれたんですよ、と僕の声で続ける。 完璧だ。さらに僕は、しつこい電話勧誘も P ちゃんに断ってもらうことにした。合図はスマホを3回コツコツと叩くことにした。僕が3回スマホを叩くと P ちゃんが、結構ですからもう二度とかけてこないでください、と僕の声で叫んでくれる。完璧だ。 あとは実際に家に訪問してくる勧誘への対策だが、これは下駄箱に鈴を置いて、それを鳴らすことを合図にした。チリンと鈴を鳴らすと、帰ってくださいと P ちゃんが一括してくれる。P ちゃんが家に来てくれたおかげで、僕の生活環境は見違えるほどに向上した。 僕のストレスは B ちゃんのおかげで半減したと言っても過言ではないだろう。だが僕がどんくさいのは相変わらずで、ある日僕は仕事でミスを連発してしまった。一つ上の先輩である伊藤先輩がフォローしてくれたおかげで事なきを得たが、僕はあまりにもミスを連発するどんくささが自分で嫌になったのである。 元気出しなって。伊藤先輩は女性の先輩社員なのだが、なぜだか僕に良くしてくれる。正直に言えば、僕は伊藤先輩のことが異性として好きになりかけていたのだが、伊藤先輩の僕への行為は、僕が後輩社員だからなのだと、ギリギリのところで踏みとどまっていたのである。僕がミスをしたその日、 伊藤先輩が飲みに誘ってくれたま飲みなよ伊藤先輩はいつもの快活な笑顔で僕に言ってくれる僕は情けないやらありがたいやらでやけになり飲んだ飲んで飲みすぎてしまった結局僕はよろよろになって伊藤先輩に解放されながら 駅まで歩くという失態を犯してしまったのである。仕事だけでもすごく迷惑をかけてるのに、僕は情けないです。そんな弱音を吐きながら歩く。伊藤先輩が先ほどからずっと黙っているので、これは本格的に嫌われてしまったなと思っていたら、急に伊藤先輩に頬を両手で挟まれた。 と、その瞬間、伊藤先輩の顔が近づいてきて、唇を奪われる。あ、あの、これって、安い女だと思わないでね。君だから、もっと安くなりませんか突然、僕のカバンに忍び込んでいたーちゃんが、いつもの値切りを開始してしまった。しまった。 あの、これって、なんて言ったからだ。他の店だともっと安くしてくれたんですよ。ピ、ピーちゃん。僕が言い訳をする前に、伊藤先輩は怒って言ってしまった。翌朝、会社は休みだったが、僕は二日酔いでダウンしていた。 昨日の伊藤先輩への失態を思い出し落ち込む。あの事件で僕は完璧に嫌われてしまっただろう。週明けの月曜日、どんな顔をして会社に行けばいいのか。そんなことを考えていると、スマホが鳴った。なんと、伊藤先輩からだった。も、もしもし。おはよう。昨日は飲ませすぎてごめん。 ちゃんと帰れた。あ、はい。あの、僕の方こそ、昨日は本当に申し訳ありませんでした。<laughs> 酔っ払ってたんでしょ。許してあげる。ねえ、メッセの ID 教えてよ。電話だけじゃあれだから。あ、はい。僕は、メッセンジャーアプリを立ち上げて、ID を先輩に伝えようとした。 しかし、緊張したせいか、スマホの画面をコツコツコツと3回タップしてしまう。すかさず P ちゃんが言った。結構ですから、もう二度とかけてこないでください。終わった。慌ててスマホを耳に当てたが、先輩との通話は切れていた。僕は、二日酔いと精神的な疲れから、 今度は風邪をひいてしまった週明けの月曜日なんとか出社して伊藤先輩に謝りたいと思ったのだがそんなことをして風邪をうつしてしまうわけにもいかず僕はしぶしぶ会社を休むことにしたその日の夜ベッドで横になっていると呼び鈴が鳴った何度も何度も鳴るので僕は仕方なくベッドを降りて玄関に向かった 何も食べていないので体がよろめいてしまうなんとか玄関の覗き穴から外を見るとそこに伊藤先輩が立っていた伊藤先輩なんで僕は朦朧としながら玄関のドアを開けた「こんばんは風邪平気?」伊藤先輩がそう言って笑う「先輩 あの、そう言いかけて僕はその場でよろめいてしまった。と、よろめいた拍子に玄関脇に置いておいた鈴を鳴らしてしまう。すかさず P ちゃんがやってきて、帰ってくださいと叫んだ。あ、ピ、P ちゃん、ダメ。僕は P ちゃんを捕まえようとして玄関に倒れ込んだ。 全く、こんなことだろうと思った。伊藤先輩が笑いながら僕を抱き起こしてくれる。えだって、この子君と声が違うんだもん。自分でもそっくりだと思うのだが。ほら、君は寝てて、おかゆぐらいしか作れないけどさ。先輩はそう言って、僕をベッドまで運んでくれた。 狭い部屋だが随分遠く感じるキッチンから、ピーちゃんの声が聞こえる。帰ってください。そうしきりに叫んでいる。と、その声に伊藤先輩が、帰りませんよーだ、と答える。うるさいはずのそんなやりとりを聞いていたら、僕はなんだか安心してしまって寝てしまった。 起きるとすでに朝だった。先輩はどうしただろう僕はふらふらの体でベッドを抜け出して台所に向かった。するとそこに鍋が置いてありその脇にこんなメモがあった。お粥作ったけどよく寝ているようだから置いていきます。 鍵はオートロックみたいだからそのまま出ていくね。また会社で。そのメモを見た僕は思わず伊藤先輩と一人呟いた。すると P ちゃんが僕の声で大好きと泣いた。ドキッとした僕はもう一度伊藤先輩 とつぶやいてみた。またしても、P ちゃんが、大好き、と泣く。伊藤先輩が仕込んでいったのだろうか。P ちゃんの学習能力に改めて驚きつつ、僕はその泣き声を聞きながら、確かに、ちょっと違うな、と思った。 安すぎる一軒家一人の男が部屋を探していたとにかく安い家がいいそういう男に不動産屋はある物件を紹介したそれは一軒家だった家賃は一ヶ月三千円今時家賃が一万円もしない物件なんてどこを探してもなかった男は おお、これはいいじゃねえか、とはが紋した。ただ、その物件は少々曰く付きでして、不動産屋の言葉に男は目を細めた。出るのか。俺はそんなの平気だぜ。いえ、そういうことではありません。その家に住む人間は、毎日家に水をやる必要があります。 なんだって男は目を向いた。水をやるってどういう意味だ私もその家がどういう家か詳しくは知らないのですが、毎日水やりをしないと大変なことになると言われています。なんだいそりゃ。水をやらないと具体的にどうなるっていうんだ。木に取り込まれます。何 その一軒家は木造なのですが、水やりを忘れると、その家そのものが住んでいる人間や家具など、あらゆるものを取り込んでしまうそうです。取り込まれた人間は木と同化してしまうということです。そして、二度と抜け出せなくなるそうです。ふーん、よくわからねえな。だがまあ、とにかく要は毎日水をやりゃいいんだろう。 うし、安さが気に入った。ここにする。男は不動産屋から鍵を受け取り、一軒家に住み始めた。水やりは家の外壁と内部の一部区域に対して行う必要があった。毎日の水やりは男にとって面倒な用事だったが、それさえしていれば格安で住める家を男は気に入っていた。 そんなある日、男は自動車に乗ってどこかへと急いでいた。だがその途中事故を起こし、病院へ救急搬送された。男が目を覚ましたのは、事故から一週間後のことだった。男は目を覚ました途端、医者に、家に帰らせてくれと叫び暴れた。しかし男は、 ととうとう家に帰ることはできなかったここは男の住む地域を走る幹線道路男の家に向かって車が一台走っているその車を運転しているのは若い刑事でありその助手席で中年の刑事が腕組みをして無線からの報告に聞き入っていた現着した起訴隊員から報告 現場には一軒家ではなく大きな木が残されている。中年の刑事が下打ちをしていった。どういうことだこりゃ。無線からの音声が続いている。なお、当該の木からは人間が生えている模様。その報告に二人の刑事はぎょっと目を見開いた。中年の刑事が無線を掴んでいった。 こちら、一家の曽根崎だ。どういうことだ詳しく説明しろ。無線から慌てた様子の声が響いた。え、ですから、木から人間が生えているんです。それも何人も。全員を確認してはいませんが、中には行方不明者として捜索届が出されている人間もいるようです。なんだとあ、待ってください。 どうしたあ、あの、その中の一人がこう言っています。俺はこの家の持ち主に殺された。